海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る。海と日本プロジェクト in 山梨。日本人にとって馴染み深く、食文化としても欠かせないうなぎ。実は海とは切っても切れない深い関係があるんです。卵からの完全養殖はまだ難しく、うなぎの生育には綺麗な海が欠かせません。そんなうなぎを山梨の新たなブランド魚にしようと、養殖加工を行っているのが香辛食料です。どうも、うなぎ大好き宗介です。実際にそのうなぎを見に行ってみましょう。中上社長、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あ、こちらが例のブランドうなぎですか？はい、これが温泉ワインうなぎでございます。温泉ワインうなぎ、一体どんなうなぎなんでしょうか？うちの温泉うなぎっていうのは、温泉の温度がですね、30度から32度くらいの温度帯なんですね。この温度帯が非常に温泉を使うことでうなぎの飼育に適した温度なんですね。もう一つは温泉の中にミネラルがたくさん含まれてるんですね。ですから、そのミネラルがきっと健康なうなぎになるんではないかなというふうに思っています。それではワインはどのように使われているんでしょうか？山梨県の名産品のワインを使っているんですが、一つは赤ワインです。これは山梨県の固有のベリーエというブドウの品種を使いまして、それをタレの中に入れているんですね。そうすることによってワインのクエン酸が魚臭さを抑えているということと、それともう一つ、この白焼きっていうのはそのもののうなぎの味が出てきますので、甲州の白ワインで蒸し上げている。温泉ワインうなぎをシンプルに塩でいただきました。いただきます。おいしい。身がふっかふかで、うなぎの、ね、本来の、ね、油の甘さがしっかり感じられます。さらに白焼きは白ワインとの相性がとてもいいそうなんです。辛口の白ワインがちょうどよく合ってですね、この油っぽさもすっきりとするんですよ。箸が進んじゃいます。温泉ワインうなぎは香辛食料が運営する食材ネットから購入できます。山梨の魅力が詰まった一品、ぜひご賞味ください。中込社長、はい、美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。これからも美味しいうなぎが食べられるように、みんなで綺麗な海を守っていきましょう。海と日本。この他にも全国のおすすめ動画が公式 YouTube チャンネルに載っていますので、ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。